さあやってまいりました、究極のキャラデッキ選手権。お互いにかっこいいモンスターを出しまくって、お互いに究極のキャラデッキ盤面を作ろうというのが本企画でございます。普段のデュエルでは絶対に見ることのできない究極の盤面をお見せできるかと思います。盤面作りのために攻撃しなかったり早送りやカットも挟みますが、ご了承ください。それでは参りましょうさあ俺のターン。まずはちょっと盤面が整うまでは、一回早送りさせていただきたいと思います。いきましょう。悪いが、さあ順調に、おっと、生ぬるい手は使わない。エマージェンシーコール、なんだそのスキル。5ターン目以降、または自分のライフポイントが2000以下の場合に一度だけ、自分の手札のエレメンタルヒーローモンスターいったよ、相手に見せてそのモンスターとカードで異なるエレメンタルヒーローモンスターを置いてできるかというのに変えると。なるほど、見せてやるぜ、モンスターを融合召喚。さあモンスターを融合召喚、フォレストマットオーシャン。これなんだっけ、誰だっけこれ、エレメンタルヒーロー G アース、G アース。バトル消し飛べ、モンスターで攻撃。漫画版のエースモンスターですね、ジ・アースは。モンスター効果発動。さあヘルカイザー両選手は、サイバーダークドラゴンを殴ってもらうことによって徐々にデッキから墓地にモンスターを肥やしつつあります。準備が整っているといったところでしょうか。どうやら流れはこちらに向いてきたようだな。ターンエンド。俺はまだ死なん、俺のターン、ドロー。さあ徐々に準備が整ってきたようですね。さあ裏サイバー流奥義、手札を一枚デッキに戻し、サイバーダークモンスターを手札に加えることができるスキル。モンスター、さあサイバーダーククローを手札から捨てて、サイバーダークインパクトを手札に加えていく。さあサイバーダークインパクトはフィールド手札墓地からサイバーダークホーンエッジキールを1体ずつデッキに戻すことによって、モンスターを融合召喚。外国竜、外国人サイバーダークドラゴンを融合召喚できる。いいでよ、外国竜サイバーダークドラゴン。さあサイバーツインの横にサイバーダークドラゴン、さあさらに墓地のファイブゴッドドラゴンを装備していく。さらにサイバーダークカノンの効果墓地に送って、デッキからサイバーダークモンスター一体を手札に加えることができる。さあどうする、さあサイバーダークエッジを攻撃表示で召喚、墓地のドラゴン族モンスターを装備。さあこれで盤面はなかなか綺麗ですが、まだまだ動いてきそうな気がありますね。さあ10代くんのターン、そろそろ動いてくるか。おっと、さあ融合発動、手札よりマジックカードを融合発動し、さあ何が出てくるんだ。さあ何でも出せそうなほどハンドは多いぞ。10代、いや20代、何を出せるんだ。20代くんの手札からは何が捨てられ、そしてエクストラデッキから、おっと5体融合、融合召喚、5体融合だと、まさか究極コンタクト融合、来い、エレメンタルヒーロー、ゴッドネオス。なんとここで融合召喚されたのはゴッドネオスだ。ゴッドネオスの効果発動。さあゴッドネオスの効果、墓地からモンスターを除外し、そのモンスターの効果をコピーできる。さあさらにミラクルフュージョンを発動。さあ一体さらに何を出そうというんだ。さあミラクルフュージョンの効果はフィールドおよび墓地から融合素材モンスターを除外し、エレメンタルヒーローモンスターを融合召喚することができる。おっとまた5体融合だ。究極コンタクト融合、来い、エレメンタルヒーローゴッドネオス。どんだけゴッドネオス出す、ゴッ
ッドネオス2体目降臨。ゴッドネオスの効果発動。さらにゴッドネオスの効果、ゴッドネオスの効果、さらにゴッドネオスの効果。バトルだ。さあバトル。あ、なるほど、おそらくこれオーシャンが邪魔だな。オーシャンが邪魔で出せねえんだな。なるほど、ターンエンドだ。さあターンをエンドしていく。人による勝利奪い取る。俺のターン、ドロー。さあそろそろヘルカイザーも動いてくれ。速攻魔法融合解除。何、融合解除。融合モンスターをエクストラデッキに戻し、墓地にある融合スタイモンスターを再び特殊召喚することができるカード。さあこれによってサイバードラゴンが2体特殊召喚される。一体何を企んでいるんだ。エクシス召喚でもするのか。ヘルカイザー何を考えているんだ。ターンエンド、ターンエンド。お前の懐にある勝利奪い取る。俺のターン、ドロー。魔法カード融合発動。さあ手札よりマジックカード融合を発動。いよいよ動くか。めちゃくちゃ長えなお前ら。お前らもうちょっと一旦で動いた方がいいぞ。ゴリゴリとなんか動かし方が遅い。さあモンスターを融合召喚していく。来た。いでよサイバーエンドドラゴン。さあサイバードラゴン3体で融合召喚。サイバーエンドドラゴン降臨。オーバーロードフュージョン。さらにオーバーロードフュージョンも発動。墓地の機械族モンスターをゲームから除外し、闇属性機械族の融合モンスターを特殊召喚することができる。さあサイバーダークモンスター5体だ。モンスターを融合召喚。ここで登場するのは外国竜サイバーダークレストラゴンだ。サイバーダークレストラゴンの効果によって墓地のサイバーツインドラゴンを装備していく。これは素晴らしい盤面だ。これは素晴らしい盤面が全て、盤面が全て紫色。これが融合次元の戦い。見てくれこの盤面。美しい。全てのモンスターが紫色。全てのモンスター盤面が全て融合モンスターで埋め尽くされる日も近い。さあさらにゴッドネオスの効果によってリリースしていく。ジ・アースの効果をコピーし、ゴッドネオスの効果によってザ・シャイニングをリリース。そしてパラレルワールドフュージョンを発動。除外されている、除外されているモンスターをデッキに戻すことによってさらに融合召喚を行うことができる。さあ5体のモンスターをデッキに戻し、3体目のゴッドネオスだ。究極コンタクト融合、来い、エレメンタルヒーローゴッドネオス。ゴッドネオス3体だ。ゴッドネオスが3体だ。ゴッドネオスの効果発動。さあジ・アースの効果をコピーしている。ゴッドネオスはフィールドのモンスターをリリースすることによって攻撃力を、リリースしたモンスターの攻撃力分アップすることができる。ゴッドネオス19800。終わりだ。ゴッドネオスの攻撃レジェンダリーストライク。レジェンダリーストライク。美しい。なんという美しいデュール。お前はもう子供じゃない。久しぶりに楽しいデュエルだったぜ。いいデュエルを見せてもらったぜ。勇気60代、60代、めちゃくちゃおじいちゃんじゃねえか。